で回復とアイテムがあったってことは今からボス戦があるってことだよね。傷はそれほどでもない。ここのところ働き詰めだ。何の声だこれ。少しタークスか。休んでいるだけだ。それって憧れのバケーションじゃないですか。いいな。バケーション。バケーション。そんなところだ。羨ましい。いや、あいつは退屈してるぞ。それで、あいつどうします？先輩、あのですね、私正直納得してないんですけど、あの黒マントを追跡して何か意味あるんですか？上からの命令だ。ハゲ。俺たちタークスにとってはそれが全て。うわぁ、仕事人間登場。でもあいつ、もう助かりませんよ。楽にしてやりましょう。孫主任ならきっとそうします。ひどい。誰だ。バレた。いい耳だ。ごめん。ジェイス。はあ。アバランチ。私はタークス期待の新人イリーナ。社会の敵ども成敗してくれる。正義マンだイリーナ。バケーション。バケーション。レノ先輩の留守は私が守る。新人といえどもタークスだ。なめるなよと。動くな。ほら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 。とりあえずはい。見破るね、2になってたら楽だったんだけどしょうがないね。まずはルードの弱点をチェック。弱点は風。多分髪の毛がないからね、風が吹くと肌寒いんでしょう。うん。連携しよう。さあ行くよ。よろしくね。私のそこから狙える。下がって。そこ、ビンゴ。あいつ銃使ってるの。見破る。イリーナ調子に乗るな。弱点は雷ね。雷と風。両方切り替え。そんな細かいところに見れたんだ。エネルギー切り替えよう。とりあえず風はあったよ。そっちは任せる。私に任せ。気をつけてね。頑張るね。ああ銃で撃ってくる。それ、うん、はいはい。それ風と雷が多分ないな。任せるね。やってやる。切るんだ。ああ雷が得意な人間なんていねえぞ。あいつ溜めてる。今雷を落としてやれ。ハゲに髪の毛がないからよく落ちるぜ。オラ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 。おめえ雷苦手なんだってな。視線を切り裂く。よろしく。ああ。刻む。畳みかける。かっかっ。気負いすぎる。さあ行くよ。ああまたか。ティファ。やっそこ。この。雷を落とせ。悪いが。手加減は難しい。オラ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 。まずはハゲからだ。切り替えよう。これ頑張るね。ティファがしびれてる。サングレネードをかまされたか。私こっちは3人だ。しかしハゲが
訓練通りにやるぞ。はい。連携してくる気だ。よし。エアロー。イリーナに攻撃が届かねえ。協力してこ。俺が出る。勢いすぎるな。今だ。あのハゲは雷が弱点だぞ。何？やばい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 。殴れ殴れ。よろしくね。はい、いけそうかな。やめてやる。危ねえな。フラッシュフレーム。一気に飛ぶ。いくよ。ユニゾンスピンだ。わかった。やばい。ヤンク。まずはハゲを。アロ。頑張るね。お任せあれ。サモン、シバ。マイチ。そっちは大丈夫。クラウドは？タイタンさん、来い。暴れろ。おお、運動しのおっさんだよ。何？どうだ。クラウドを回復してくれ。てか、MP 消費量やべえな。空中コンボやめて鉄拳ちゃうんだよこれ。はい、即サンダー。いいとこ行けそうかな。ここからだ。カーンカーンって起こしてる。暴れるぞ。先輩、決めちゃってください。うん。届く。なんか溜めてる。資源消しよう。気をつけてね。私の出番。エアリス。溜まった。マウンテングラッシュをハゲに。カサイ。視線を切り裂く。やばい。まだか。撃たれた。俺も仕事だ。思った以上に痛いよ。限界はない。見たか。じゃあ俺帰るから。3000。めちゃくちゃ強っ。手を上げろ。バレットも両手上げろ。銃で撃たれたぐらいじゃ死なんだろこいつら。物騒なもんはそのままだ。あらららら、ら、おかしな真似すんじゃねえぞ。手榴弾持ってる。さーてと、仲間と七番街の敵どうしてくれようか。恨むのはお門違いだな。お、前髪が交代している人。あー、ひでえ。別にこいつは何もしてないだろ。お前たちが始めた戦争だ。いやいや、こっちは警告で許してやったのに。お前たちは賞金首だが、今後我々の邪魔をしなければ見逃してやる。上から偉そうに。フォートナイトだったら上が取った方が勝つよね。親戚のおじさんかな。イリーナ。パシャン。
費用。最終、ああもうせっかく登ってきたのに落とされちゃったよ。泳げるか。早い。ナイスクロール。クラウドたちは大丈夫？え？すっきり気分爽快だぜ。上がって、これどう？無理か。任せとけ。じゃあ出口で合流しよう。おう。むさ苦しいパート始まるよ。こんな連中を大勢見たことがある。北条のところだ。あ、プリンがいる。重度の魔法中毒らしい。揃って何してるんだ。セフィロスを追っている可能性がある。クラウドはそう考えている。クラウドは大丈夫か、あいつ。まあ大丈夫じゃないですけど。バレット、おお、いろいろ壊せるんだって。大丈夫ですか。結構破壊できるね。近く、何か破壊し、アイテム入ってる。あ、さらにその後拾わなきゃいけないって感じか。よし、リベリオンカラー、これはレッド13の装備かな。リベリオンカラーは敵2体にヒットさせる。スターダストレイ、まあまあ、はい、空いてるところはね、強化するために。そろそろね、レベル2が見えてきてるよね。うん、とりあえず MP アップでも。正直 MP 少なすぎるよね。今30とか40しかなくてさ、ラー系の魔法15ぐらい使えば 2,3 発撃ったら終わりなんだよね。回復は不要かな。まあお得品をハイポーション購入しておきましょう。ダブトンもまだ8個ある。で追加アイテムは、おっと、ボーンプレスが割引中。今ね、ティファの装備がこれちょっとあまりにもひどいんで、ボンプレスにしましょう。強化するためにとりあえずね、空いてるやつは受けとこう。よし。あ、ミスリル鉱石入ってますよ。まあ、とりあえずプリン、あっと、しまった。クラウド、ちょっと身代わりを借りるぜ。身代わりじゃねえ、見破るを借りるぜ。
ミアブルってなんだ、ここか。ミアブルは黄色。オッケー。頼られるじゃな。いざ。ぶっ放す。はい。ミアブル。炎が弱点。狙うぜ。逃がさねえ。マジ。あ、あるじゃん。水をしたものが勝つ。え？ファイヤーが爆発して複数に当たった今。おいしい。ないか。ないな。よし。バーレット。ギルティギアのバレットはあんなに可愛いのにね。FF のバレットはおっさん。さて、どうやって上に行く？あのツタが使えそうだ。ツタを使っていこうか。ツタだけにな。ファイヤーを食らえ。いや聞いてるな。ショツへ。そしてマテリア成長。ミアブル全体化。これで楽ちんですね。あのマリオ RPG もそうだったんだけど、これミアブル系をしたっていう実績がある以上さ、石を外せないよね。コレクション気にしない人だったらね、装備する必要ない。もう攻略本とか持ってて、敵の弱点とか全部知ってるんだったらね。でも実際は一生外せませんよね。とろやかステップ。行く道こっちだよね。よし。あ、なんかマテリアある。マテリアも発音マテリアだっけ？正解は。スリル、ね、鉱石、おそらくクラフトに使えると思うんだけど、レシピがないか。 MP アップ。距離ファイヤーを食らえ。安いよな。行くぞ。なかったらよ。ほんさっ攻め8キル。仕掛ける。行くぞ。
よっしゃ、逃がすな、逆転つかねえと硬すぎる。感謝する。まだか。仕掛ける。勢いに乗れ。覚悟はいいか。まだ獲物はもらった。逆転しないとよ。星を答えたまえ。先を急ぐとしよう。なんかあってくれよ。わざわざ来たんだし。何もないのがいい。嘘だろサザエ。パール神社。神社しょうがないよね。マジカルパウダー。まあ来る必要はなかったレベルだね。しょうがないで。この目はいける。じゃあこれ帰るから。まあ、オリジナル版やったことある人ならわかると思うんだけど、オリジナル版のミスリルマインはただ抜けるためだけの洞窟でしたけどね。まあ、ここはもうテトラマジックを覚えて、ね、エアリスに大いなる福音を覚えさせるために、敵を倒した数を稼ぐためのマップですよ。これでラストかな。どこだ。気合い入れてけ。いけ7機やるな。うまいこと敵を誘導して2体まとめて捕まったんだ。狙うぜ。よし、よし、チャンス。ミンゴジー、やっぱこれだぜ。思った以上に素材もらえねえな。まあ、いきますか。あ、器用すぎ。俺片手銃だから片手で移動するわ。バケモンかな。バレットクラウドよりも身軽じゃねえか。青一、よし、オッケー。じゃあ帰るか。逆側はないね。よっ。器用すぎる。そろそろ合流か。ほら。これでもこっちのメンバーでボス戦1回ぐらいあるからな。あくらになんかアイテムあるやろ。行く場所？こっちが行く道かな。こっちがアイテムの場所か。今結構素材手に入ってるんだけど、そもそもレベルが足りんのか。結局あれだよね、経験値もらうために来るしかないんだよね、1個は。
レベル上げないと次の作れないからね。ということで、さあセイラーガード1616、何よりもこれ穴だね。穴が星の実の折にケイン小杉ね、ウッドティンバー、セイラーガードは、まあ、星の実のりがないから作れないけど、ミストハイポーションにエーテルね、まだハテナっすよ。ハイポーション、結構要求されるね、まあ、経験値稼ぐためにハイポーションが50、なかなかえげつない経験値量。そうだね、やっぱ素材は集めながらいきたいってことだね。これとこれ作れば一応このさ次のレベルになったらこれ作れるよっていうね、ちょっとそういうところあるよね。まあ星の実りがそもそも手に入らないんで当分作れないから。